茶。今回なんですけど、この羽毛枕、あの家の中にあったんですね。俺が使ってる枕じゃないですけど、ちょっと結構ベタベタしたりして、ちょっと黄ばんだりして汚いですよ、これ。汚いですね、ちょっと分かんないかもしれないですけど。でこれ羽毛 100% なんですよ。で羽毛 100% ですけど、羽毛枕っていうと結構洗っちゃいけないとか言われて、その理由としては、なんか洗っても軽くて沈まないし、で沈んだとしてもなんかびちゃびちゃな、ちょっと今度乾かす時に乾きにくいから、あんまり洗っちゃいけないとか、ドライクリーニングとかって書いてあるんですけど、これもその羽毛枕なんですよ、同じなんですけど、俺洗います。で何でもできないって決めつけてると、できないのと同じで、俺はこれを洗います。これをで、ちなみに俺本当にこれ使ってないんですよ、羽毛枕。何使ってるかっていうと、これ枕として使ってます。こうやって寝たりしてます。こうやってで、これで寝てますね。で、これはあのもうピカピカなんですよ、綺麗。これ使ったやつ、あの基本全部綺麗だから、綺麗で問題ないんです、これ。うん、めっちゃ綺麗。綺麗で、これ綺麗だから、これ使って寝てます。で、これは洗わない。で、これ普段使ってまくらですけど、これは今回は洗わないです。で、とりあえずこれを今から洗います。はい、じゃあここにお湯溜めていきます。はい、じゃあこの中にこの枕を入れます。このようにちょっと軽くて浮いちゃうんですよね。だから手で入れて、こうやって手で入れて中の空気抜いていきます。はい、じゃあこの中に洗剤入れます。たくさん入れたらここいっぱい入れます。で、それにはい、これ入れます。少々に、これにはお世話になってね、七味入れます。塩少々入れます。はい、こうなったんで、この状態でもう一回踏みつけてやります。こうやって踏んづけてもまだ全然沈まないから、結構時間がかかるんですよね。一回流します。柔軟剤入れていきます。Yeah.
くね。この辺痛いの、ちょっと。はい、で、これで、杉とか終わったんで、あとは中の水抜いて乾かせばいいだけですね。あとはこれ洗濯機脱水します。はい、で羽毛枕洗って乾かすのにちょっと時間かかって今夜になっちゃったんですよね。でも洗った結果ちゃんと洗って白くなりましたね。黄ばんでたやつが黄ばんでちょっとベトベトしてね、膨らみましたね。これで結果とりあえず分かったのが、羽毛枕は手洗いしてちゃんと乾かせば使えるってことですね。中もベタベタ、あの濡れてないですね。でちゃんと乾かしたからね。なんで、あ、でもこう一概になんとも言えないですよね。一応これなんか手洗いしたらダメな、手洗いっていうかドライクリーニングダメなみたいな感じで書いてたんですけど、一応手洗いしてみました。もしかしたらでも高級品とかちょっと不安なものは洗わない方がいいかもしれないですね、自分で。でとりあえず羽毛枕は洗えました。それ終わる前にちょっと一つあるんですけど、なんかあれこの前ゲリラ豪雨で車洗ったんですね、夏場洗って。それでちょっと勘違いされてる人がいたんですよね。ゲリラ豪雨で車洗う人だって言ってた人がいるんですよ。で勘違いされたらちょっと困るんでちょっと言っていきたいんですけど、ゲリラ豪雨だけじゃなくてちゃんと普通の雨でも車洗うんで、そこはちゃんと勘違いしないでもらいたいなと思います。以上です。